5年以上なら余裕で TOEIC 満点取れる説。参考書も見たことない。ないやっぱりその生活では英語困らないけど、それがテストになったらね、そうなのかなっていうところでね。いやー、点数つけられるのか。水曜日のダウンタウン。それでは早速検証スタート。今回の検証は至ってシンプル。番組が用意した TOEIC 模擬試験を受験し、点数を見ていく。ちなみに TOEIC とは英語でのコミュニケーション能力を判定するための世界共通のテスト。外資系企業をはじめとする英語力を求める多くの企業が採用選考の際に英語力の目安として TOEIC のスコアを用いている。日本では毎年約250万人が受験。今回3人に受けてもらうのはリスニング&リーディングのテスト。制限時間は2時間。聞き取りが100問、読解が100問の計200問の構成となっている。990点が満点。さらに今回は特別に罰ゲームを用意。で、ただ試験ね、受けるだけだとまあちょっとね、つまんないから、うん、罰ゲーム、あーよー、待ってよ、誰言い出したの、そんなこと。いや、待って待って、待って待って、待って、満点取れる説だよ。そうだよ、満点、そうだ、満点みんなで取れば、もう僅差だよ、絶対僅差になるから。逆に満点みんなで取ったら何か取ったら何もないよ、何もないってこと、何もないよ。そうか、そう。というわけで今回最下位の人は単語帳を作成。わからなかった英単語を書き込み、1週間これを首からぶら下げて生活してもらう。ファッショニスタがカッポする街ニューヨーク。こんな恥ずかしい罰ゲームは何が何でも回避しなくてはならない。3人は満点を叩き出すことができるのか。そしてついに、はい、今すぐ鉛筆を置いてください。疲れた、首痛い、もうやだ、足もうやだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。自信のほどはいかがですか？首痛くなっちゃって無理です。ほんとそれ、やっぱ2時間座ってるっていうのがね、腰とかね、リスニングのとこもさ、ちょっと休憩しようと思って頭を落としたから、あ、やばいやばいやばい、来た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 、容赦ないよ、容赦ない。そしていよいよ本題へ。今回検証した説は、はい、アメリカ在住歴5年以上なら余裕で TOEIC 満点取れる説。余裕。それでは満点を取ったのは誰ですか？はい、ということで、説は立証ならず。では、ちなみに、みんなが何点だったのかを。やばいやばい。ここで、獲得点数別の英語力を紹介。まあ、大体こう、700点台からいきますね。700点台。仕事での日常業務ができるに支障なしというレベルです。オーケー。800点台。仕事例のコミュニケーションには問題なし、うん、はい、で企業の国際部門の基準になってます。800点ね、オッケー。で900点台だといきなり飛ぶのかな、ネイティブに近い。なるほど、ネイティブ。すごいじゃん。で海外赴任などもいけます。そこら辺を大体目指そうって話だね。そうだね、うん、ネイティブに近い近いのところを目指そう、ね、まあ、満点近いってことだね。ちなみに400点とかそうなるとどうなるんですか？これ言うの。400点は通常会話が困難。やばい、どうしよう。ちょっとさすがにこれは取らないでほしいよ。もうちょっと恥ずかしいか言わないでほしい。怖い。あー、怖いよ。それでは点数を発表していただきましょう。しおりさん、お願いします。待って待って、怖いな。それでは最も高得点だった方から一番上の点数の方、875点、渡辺さん、待って、やっぱりすごい。
ますよ。機械の国際基準、国際部基準入れる。国際部に入れる。すごい。びっくり。ありがとう。それでは第2位の方、点数。待って待って、これで最下位の人は罰ゲームが決まった。いや、これ逆転あるよ。逆転あるよ。点数865点。おぉ、点数じゃない、10点差。前に割り。ということで、検証結果は、海外に住んでいても努力なしでは言語は上達しない。